アズマ。アズマ、ローマ字、JDS アズマ、ATS-4201 は、海上自衛隊の訓練支援官。官名は、アズマ橋に由来する。この種の訓練専用の心臓鑑定は、世界的に見ても珍しいものであった。海上自衛隊では、第二次防衛力整備計画中の1957年に、 アメリカ海軍より、KD-2R-3 低速標的機10機の供与を受けて、無人標的機、ターゲットドローンの運用に着手した。同年、警備艇、LSSL は、マギクが横須賀地方隊に編入されて、無人標的機母艇に改装された。その後、KD-2R-5 も導入されたが、同艇では、後部甲板が狭く、 標的機の発射作業に支障があったことから、1964年には、クス型護衛艦、PF、クスが新たに選定され、無人標的規模艦として改装された。しかし、当時、軽空脅威の深刻化に伴って5インチ、単装速射砲や、ターターシステムなど、新世代の対空武器システムの配備が進展しており、 KD-2R 低速標的機では十分な訓練環境を提供できない問いが指摘されるようになっていた。このことから当時アメリカ軍が3軍で運用していたジェット推進の高速標的機である BQM-34 f i r e b e の導入が計画された。当時アメリカ軍においては地上発射ないし空中発射で運用されていたが海上自衛隊においては 訓練海域の設定や発射墓器の欠如からこのような運用法は不可能であった。このことから世界で初めてファイアビー高速標的機を環状運用するプラットフォームとして建造されたのが本館である。戦形としては朝鮮首楼型が採用されており、選手楼艦ンが零一艦ン、その後方の主艦ンが第一艦ンと設定されている。主艦ン。 第一甲板後方は、標的機の運用などを行う飛行甲板とされており、全長の約1、4が確保されている。二層構造の環境構造物は、選手道場に配置されており、第二甲板前方には、搬送を高めて、航海環境、後方には、標的機誘導機器も備えた、戦闘式書、CIC が設置された。側面は、強度確保と、 重量軽減の観点から、コルゲートパネルが採用された。また、環境構造物と分離して設けられた、後部構造物には、高速標的機格納庫や、発射管制室のほか、高速標的機の運用への悪影響低減のため、タンク式の原油装置も搭載された。なお、高速標的機の格納庫は、後部構造物内に設置されているが、低速標的機の格納庫は、 第3艦班に設置されており、格納庫直後の飛行艦班の中心線上に設けられたエレベーターによって連絡されていた。建造にあたっては、戦火提言のため、防衛庁独自の内部規則に則っ,った軍艦構造ではなく、通常の商船構造が採用されている。なお、単に標的機器の運用にとどまらず、訓練を全般的に支援することを構想して、 研究会や会議等に使えるスペースが設けられたほか、限定的ながら、真水、両食の補給も考慮された。最大速力は、支援対象となる護衛艦部隊が訓練時には原則12ノットで航行することを考慮して、これより6ノット有速の18ノットとされた。ただしこの速力では、標的機が誤って艦から遠くで着水した場合、 これが水没するまでに回収することが難しいことが判明し、以後の訓練支援艦では高速化が検討されることとなった。主機艦は、川崎造船、満車製 v、V8V22、30エイティル V 型16気筒ディーゼルエンジンが2機搭載され、1機ずつで両弦の推進機を駆動する、方式とされた。また、電源系統としては、3 5 0の ディーゼル主発電機が2機、160kW のディーゼル非常発電機が1機搭載された。商船構造であり、戦闘時の被害極限は考慮されなかったことから、機械室は船体中央部の一区画方式とされ、主機関と主発電機を収容した。対空捜作レーダーとしては、二次防艦で導入が計画されたものの遅延していた案、SPS-40 が搭載された。 当時、すでに同等の性能を備えたアップス -11 を独自開発により装備化していたことから、同期は本館のみの装備となった。対水上捜索レーダーは、標準的なアップス -16 が搭載された。訓練支援監督有の装備として、訓練射撃を受けて操縦不能に陥った標的機が、時間に近接、衝突の恐れが生じた場合に、 これを撃墜するための最低限の火力として、前任の、くすの装備砲と同型の MK2250 口径3インチ単装艦射砲及び MK51 射撃式装置が搭載された。また、当時対戦艦が不足していたことから、他艦から、天活用したアン、SQS-11A ソナー及び MK2 単魚雷落ち射器も搭載された。蒸気の通り、 本艦の最重要の装備として計画されたのが BQM-34 ファイアビー高速標的機であった。これは、開示では BQM と通称されており、昭和44年度予算で BQM-34A の導入が認められ、翌1970年に受領、同年8月に初飛行に成功し、1971年3月より本格運用を開始した。 これは、ロケット補助推進離陸、ラトによって発艦した後、機体のジェットエンジンによって飛翔するもであり、本艦は発射台1機を搭載した。BQM に指令信号を送るとともに、同機からのテレメトリー信号を受信する、追尾誘導装置として、当初は、STTS、シップボードターゲットトラッキングシステムを搭載した。STTS の空中線部は、パラボラアンテナであり、 環境上に搭載されたが、これは動揺する感情で BQM を運用するため特に開発、配備された世界初にして唯一のシステムであった。このため運用開始直後は5年間で10機を防止することになったが、この期間中に各種の改正策が施されたこともあり、1976年頃以後は安定した飛行が可能となった。その後、 BQM-34A を元に国産化した BQM-34AJ、性能向上型の BQM-34AJ 改めへと順次に更新された。BQM の運用実績は満足すべきものであったが、大型高価格であったことから、1982年からは、より安価な中型高速標的機であるが並行して導入された。 これに伴い、同年7月から10月にかけて、STTS を高速標的機関上追尾、管制装置、ターゲットコントロールトラッキングシステム、トカーツに換装した。トカーツは、かなり大型のレドームに収容されており、関数型は大きく変化した。当初搭載されていたのは M M、MQM-74C、チャカ2であったが、これは後に、BQM-74E。 さに更新されたまた、当初は、は、マギク、クスと同様の KD2R 低速標的機器も搭載されたが、護衛艦隊の防空火力の向上に伴って、BQM 支援回数が増大したことから、KD2R を並行して運用するのは困難と考えられ、1976年より、護衛艦に KD2R の飛行艦正機器を移載する試みが開始されている。 当初の搭載数は高速標的機3機、低速標的機10機であった。なお、これらの標的機は飛行艦板から運用されるが、ここは標的機の発射台等を撤去すれば中型ヘリコプターの発着にも対応できた。その他に水上射撃訓練に用いる標的船を16ノットの速力で栄光できるワイヤーと気力巻き取り装置を装備していた。 東は竣工後、自衛艦隊に直轄艦として編入され、対空、対水上射撃訓練に用いられ連度工場に重要な役割を果たした。しかし、東の建造が計画された当時の護衛艦画法を主体とた艦艇が多かったのだが、対空、対水上兵装画法からミサイルに主体が移ると、東の装備は陳腐化していった。しかし、長年にわたり訓練に用いられ、 唯一の訓練支援艦として、護衛艦隊を影から支える重要な艦であった。アズマの装備では対応できない訓練に用いる目的で1989年には黒部が建造され、その後、老朽化が進行し、大艦である天竜が建造された1999年に除籍された。 第3次防衛力整備計画に基づく昭和42年度計画艦4201号艦として、舞鶴重工業舞鶴造船所で1968年7月13日に寄港され、1969年4月14日に浸水、1969年11月26日に収益し、自衛艦隊に直轄艦として編入され、呉に配備された。 1994年6月24日、護衛艦隊直轄艦に編成替え。1999年5月28日、除籍。約30年の収益期間中、総工程約62万4000回り、地球、約29周、標的機器の支援回数、ファイア b 5 0 4回、チャカ344回、低速ドローン469回と、 合計1317回もの訓練支援任務に今年た。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。